こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、50代の男性にこのアイテム、似合う、似合わない、どっちというテーマでお届けをしたいなと思っています。最近はですね、僕は動画の中でも50代の方に向けた動画コンテンツをですね、ちょこちょことお届けしているんですが、まあ皆さんのコメントを見てるとですね、結構アイテム単体ごとに、例えばデニムって50代の男性には似合いますかとか、グルカサンダルって似合いますかだとか、そのようなご質問が結構あったりするんですね。もちろんですね、 年代によってそのアイテムが似合う似合わないってあるかなと思うので、まあ今回の動画ではそのあたりをですね、なるべく多く皆さんにしっかりとお伝えしていきたいなと思っています。もちろん50代の方といっても本当に幅広い方がいらっしゃるので、おしゃれな方もいらっしゃいますし、若々しく見える方もいらっしゃいます。ただこのような方々は結構例外的で、人口の割合の中ではかなり少数だと思うんですね。まあ、それ以外の一般的な50代の男性に、まあ、そもそもそれが似合いやすいかどうかというところで、 今回はですね、皆さんに分かりやすく解説をしていきたいなと思います。で、今回新しいですね、僕の中ではアイテムを用意したんですが、このようなものをですね、ちょっと買ってみました。表が丸になっていまして、 裏がですね、こういったバツになってるんですね。まあ、これを使いながら、まあ、なるべく分かりやすくですね、皆さんに解説をしていきたいなと思っています。まあ、ただですね、結構どんなアイテムに関しても、使い方次第ってところはあるんですね。ただ、大枠で言うとこのアイテムはちょっと難しいかなとか、まあ、これは結構使いやすいですよというところを、しっかりとまずはお伝えしながら、だけどもこんな使い方すると OK ですよというところまで、まあ、なるべく丁寧にお伝えしたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向け メンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に50代の男性に似合うアイテムか似合わないアイテムかをですね、しっかりとお伝えしていきたいなと思うんですが、まあ、本編に入る前にざっくりと50代の男性にはどういった服が似合いやすくて似合いづらいのかをお伝えしておきます。それを理解しておくことで、多分ですね、僕が答えを言う前に皆さんの中でも多分これ丸だろうなとか、これは多分ダメだろうなっていうのが予想つくようになるかなと思うので、ぜひ押さえておいていただきたいなと思うんですが、まあ、50代になってくると、いや やっぱり見た目としては大人っぽい雰囲気と重厚感のある見た目になります。そうなるとですね、カジュアルなお洋服よりもちょっと綺麗な感じの大人っぽいテイストの方がマッチしやすいんですね。見た目は大人っぽくて重厚感がある雰囲気なのに、アイテム自体がカジュアルだとギャップが生じてしまってマッチしないんですね。結構街で見かける50代の方を観察してると、この見た目とアイテムのテンションが全く違くて合ってないなという方が非常に多い 多いんですね、これなぜかというと、20代の頃、30代の頃からファッションが更新されてないと、その頃は結構カジュアルなお洋服でも似合っていたんですが、自分の見た目がどん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 ですね、大人っぽくなってくるにつれて、かつて似合っていたはずのカジュアルなものとの落差が激しくなってしまっているということがあるんじゃないのかなと思います。ですので、50代の男性であれば、やや綺麗めなアイテムの方が本来似合いやすいというとこですね。ここは頭の片隅に置いとくといいかなと思います。もちろんカジュアルなものであって もその単体だけではなくてコーディネート全体でバランスを取れば綺麗めに見せることができるのである程度は調整が可能だったりするんですがまあこのですね大前提は覚えておくとすごく相手テ選びの際にもわかりやすいかなと思うのでまあぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思いますということで早速ですねアウタージャンルから行ってみたいと思います一つ目はジャケットですねこれはどちらかと言いますともうわかりますよね ピンポンですね。まあ、ジャケットは似合いやすいです。まあ、アイテム的にも、スーツと同じように、綺麗めな雰囲気が漂うのがジャケットなので、50代以降の大人世代には、ジャケットだとか、あとはセットアップみたいなスタイルは非常に似合いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ使っていただきたいなと思います。まあ、僕は今40代前半なんですけども、ジャケットはすごく好きで、もう20代の頃からずっと着続けていますが、まあ、このようなアイテム、まあ、徐々にですね、最近はカジュアル化の影響もあって、ジャケット着ないよという方も増えてるかなと思うんですね。 ただジャケットの中でも本当にスーツみたいなカチッとしたものもあれば割とですねサイズ感も少しゆとりがあったりだとかストレッチが効いて通常のアウター感覚でさらりと着れるものが増えていますのでまあこういったものはうまく使った方がいいかなと思うのでジャケットは丸になってくるかなと思いますじゃあ続いていってみましょうかねナイロンジャケットこれはですねうんまあ、難しいとこですが ま、ピンポンかなと思います。まあ、ナイロンジャケットは正直ですね、カジュアルか綺麗めかと言われたら、まあ、圧倒的にカジュアルな方向になるかなと思うんですね。フードがついていますし、素材的にもカジュアル感があるので、まあ、結構ですね、大人の男性に似合わないんじゃないかと思っている方もいらっしゃるかなと思うんですね。ただ、色だとか、あとはデザインをしっかりと選べば、50代の大人世代にも似合うかなと思います。例えば、ブラックを基調としたノースフェイスのコンパクトジャケットだとか、このあたりは結構ご 10代の男性にも似合いやすいです他にもセレクトショップなんかのオリジナルで売られているようなそういったスポーティなマウンテンパーカーみたいなものも結構ブラックとかだったら似合いやすいかなと思います一方でこのっていう感じのものはですねどういうものかというと多色使いのマウンテンパーカーとか派手な色のマウンテンパーカーは圧倒的にバツですねこういったものが子供っぽく見えてしまいますし意外とその手のマウンテンパーカー着ている大人世代多かったりするのでそれは子供っぽく見えてしまうのでなるべく ブラックだとかネイビーだとか深い色味のものでブランドロゴもまノースペースとかだったら割とバランスいいかなと思うのでこの後でまとめていただくと間違いがないかなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思っています 続いて3点目なんですが、いわゆるですね、ワークジャケットみたいなものですね。こういったイラストを見ていただきたいんですが、まあブランド名もある程度想像つくかなと思うんですが、ユニクロでもこういった類のものがあったりするんですが、こういったアウターですね、これ丸抜で言うと、こっちに近いのかなと思います。今流行ってるじゃないですか。いわゆるバブワーとかのアウターって、すごく20代だとか30代の若い世代の方にも着られていて、まあすごくですね、人気が高いものなんですね。 結構バブアってもう名前出しちゃってますけども昔はですね結構大人世代が着てる印象だったんですね、まあ、クラシカルなもので結構伝統もあるので物の背景にあるストーリーみたいなものが好きな男性に愛される傾向があったんですが最近は結構若い世代にそのこう独特のやぼったさがハマって結構流行ってたりするんですね一方で40代後半から50代の大人世代がこういったワーク系ジャケットみたいなものを着てしまうと本当に失敗すると作業期間も 満載になってしまうんですねおじさんっぽさが本当に前に出過ぎてしまうんですね。若い頃の雰囲気であれば、このおじさんっぽさというのが良いや暮ったさとしてうまく調和するんですが、大人世代が着てしまうと、良くも悪くも雰囲気にマッチしすぎてしまって、おじさん見えしてしまう可能性があるので、結構このあたりのワークジャケットは難しいかなと思います。あとはこう、MA1 だとか、あんたけ系のブルゾン系もちょっとやっぱりですね、本当に伝統があって好きな方は は好きかなと思うんですがおじさん見えする可能性があるのでちょっとよう検討した方がいいアイテムかなと思うのでそのあたりは頭の片隅に置いていただければなと思っていますはい続いてはですねこちらステンカラーコートやチェスターコートのようなロング丈のアウターですねこれはもう皆さん予想通りかなと思います こちらですね。丸になります。まあ、ロング丈のアウターというのは、やっぱり綺麗めな印象になりますので、大人世代にはすごく似合いやすいかなと思います。まあ、チェスターコートだと、ちょっと縦長でシャープな雰囲気が出せるのと、まあ、綺麗な雰囲気ですね。ステンカラーコートに関しては、ロング丈のコートなんですけども、割とですね、ボックス型でサイズ感にもゆとりがあるので、今のトレンドとも相性が良かったりするので、まあ、どちらにしても似合いやすいかなと思います。まあ、個人的には、チェスターコートのシャープな感じよりは、少しこう、ステンカラー にはボックス型の方が今の雰囲気には合うかなと思うのでまぜ、あ、ひこちらの方はですね選んでいただきたいなと思いますまあ、色もネイビーだとかブラックとかも合いますしまあ、ベージュとかライトグレーみたいな明るい色も結構大人世代に合うかなと思うのでロング丈のアウターはぜひ選んでいただきたいなと思いますはい続いてまあ、ラスト G ちゃんですねこれはちょっと難しいところではあるんですがまあ、あえてこっち行きましょうかね 丸にしたいなと思います。G ジャン自体も綺麗めとカジュアルっていうところで言うとやっぱ圧倒的にカジュアルなんですね。なので本当にこう失敗すると G ジゃんってまあどうにもカジュアルで大人世代には似合いづらいんですね。ですがまあ G じゃんもですね、例えば下にニットを着るだとかあとはボトムスをブラックで引き締めるだとかそういった形でアイテムで全体のバランスとしてちょっと綺麗めな方向に持ってくれば50代の世代でも意外と似合いやすかったりするのでこのあたりは 結構いいんじゃないのかなと思います。まあ、G ジャン自体はもう定番的なアイテムなんですけども、まあ、G ジャンにチノパンとか、G ジャンに G パンだとか、このあたりの着こなし、アメカジに振りすぎてしまうと、こっちになる可能性が高かったりするので、そこだけ注意をしていただきたいなと思います。まあ、40代、50代のかつてやっていた G ジャンの定番的なスタイルは結構おじさん見えしやすいので、そのあたりは現代的なアプローチで使っていただければ、丸になるかなと思うので、ま、ぜひ皆さんも改 改めてててトライをしていいいたただきたいなと思っていますはい、続いてですね、トップスジャンルに行きたいなと思います。トップスも結構目立つんですね。春だとか秋になったら、トップスがもう一番外側に来て、ほぼアウター的な役割をすることもありますし、まあ冬になっても、やっぱりこう、体の中心には必ずトップスが見えるので、すごく重要度が高いんじゃないのかなと思います。その中で、まず一番最初に持ってきたいなと思うのが、パーカーだとかスウェットみたいなジャンルですね。僕も大好きで、よく着るジャンルでは あるんですがこれ50代の方に似合う似合わないかで言うと残念ながらこっちかなと思いますねどう考えてもパーカースセットってカジュアルな方向性かなと思います特にパーカーのフードがついてる感じというのはまあ、スポーティーですごく良さそうな感じもするんですが、まあ、40代ぐらいの方であれば無地のパーカーとかも結構似合いやすいんですが50代ぐらいになってくるとちょっと見た目の雰囲気と合いづらいかなと思うことも少なくないかなと思いますましてはスウェットでちょっとプリ ヒントととかかかかも入っってたたりりすするるなな難しのでまぁ、あ、まあ、例外的に若々しく見える方だとか、おしゃれな方であれば、うまくこの辺りも着こなすことができるかなと思うので、そこは絶対 NG というわけではないですが、一般的にはちょっと難しいというところは、頭の片隅に置いとくといいんじゃないのかなと思います。もし選ぶのであれば、無地の上品なパーカーですね。この辺りをブラック系のパンツだとか、ちょっと綺麗めなアイテムと合わせていただくと、 と、バランス取りやすいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、チェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いてですね、ニット類ですね。これは言うまでもなく、こっちですね。トップスの中でも、最も50代の世代に似合いやすいのが、僕はニットだと思ってるんですね。まあ、取り扱いのしやすさで言うと、スウェットとかの方が、はるかに楽なんですけども、ニットが持つ表面の上品さだとか、着るだけで大人っぽく綺麗めに見えるというところは、50代以降の大人世代には、すごくありがたい点だと思うんですね。まあ、定番的なネイビーだとか、ブラックもいいと思いますし、明るい色ですね。 ホワイトだとかライトグレーもいいと思いますあとは差し色的なロイヤルブルーだとかちょっとパープルだとかグリーン系だとかこのあたりもすごく50代の世代には似合いやすいかなと思うのでぜひ積極的に使っていただきたいなと思いますはい続いてポロシャツですねこれからの季節に活躍してくれるポロシャツなんですがこれはですね難しい丸と言いたいところでもあるしバスでもあるっていうところで残念ながら三角ってものがないんですねただ三角なくて僕よく よかっったたなななとと思ううのが三三角角あったらほんんど三角になりそうな気もするんでするでねやっぱりちょっと使い方次第っていうところもあるので、まあ、三角なくてよかったなと思うんですが多くの大人世代の夏服としては僕は丸だと思うんですが一般的に50代の男性が着てるポロシャツ使いっていうのは結構こっちになってることが多いかなという印象です、まあ、ポロシャツはいわゆるこう T シャツに比べると襟が付いてる分ですねちょっときれいめな印象になるかなと思うんです ただ、ポロシャツというアイテム自体、休日のおじさんとかパパみたいなイメージもあるので、使い方次第なんですね。例えば、こっちの方面のですね、ポロシャツで言うと、色で言うとですね、結構明るめのカラーとかですね、ホワイトとかライトグレーとか、そのあたりのポロシャツって、やっぱりちょっとやぼったくおじさん感出てしまうんですね。結構グレー系のポロシャツなんかは着てる方多いと思うんですね。あとは、ちょっとこう、ボーダーになってたりだとか、そういった柄の入ったポロシャツとか、 ブランドロゴの入ったポロシャツも結構難しいです。どのブランドだったら OK で NG かっていうところもあるかなと思うんですが、まあほぼほぼロゴが入ってるポロシャツって個人的にはあんまりおすすめしないですね。どうしてもなんかおじさんっぽさ漂ってしまうので、ポロシャツ着るのであれば僕はこちらのようなニットポロだとかネイビーブラックダークグレーのようなシャープな無地のものですね。このあたりを着ると結構大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、なるべくシャープに見せてもらうというのが ポイントにななってくるかなと思います一般的にはこの着こなしが多いのでぜひ、まあ、皆さんですねシャープでシンプルなポロシャツですねこのあたりを買っていただいて大人っぽく夏の着こなしを楽しんでいただきたいなと思っています 続いてはですね、T シャツの中でも、プリントの入ったものですね。まあ、まさに僕今、プリント T シャツ着ていますが、こういったものが50代以降の方に似合うかというと、まあ、ちょっと難しいかなというところかなと思います。まあ、どう使うかによるんですね。僕は今、ジャケットの内側という形で使っていて、メインじゃないんですね。このジャケットを着ることで、カジュアルと綺麗めのバランスをとってるっていう感じなんですが、僕もですね、1枚で夏にですね、結構プリントのガッツリ入って いいっった T シャツってそんなななに着ることとは多くないかなと思いま,すまあ、どちらかというと、無地のものとかの方が圧倒的に多くなってくるので、無地 T シャツであれば50代以降の男性でも丸かなと思うんですが、まあ、プリントですね。ユニコの UT とかもちょっと魅力的で買いたくなるじゃないですか。でも、割とポップなものが多かったですので、カジュアルすぎて大人の男性にはちょっと似合いづらいかなと思うので、大枠ではプリント T シャツは NG になってくるかなと思います。だけども、着方次第でちょっと内側に入れてもらうだとか、その このであれば使い方としてはいいかなと思うので単体で着るというところだけですねここは注意をしていただくといいんじゃないのかなと思いますまあ合わせてボーダーの T シャツとかカットソーもですねやっぱり1枚で着るのはちょっとバツ傾向にあってだけども内側に着ると丸になるっていうことがあったりするのであくまでこういった柄のものは内側でうまく使いましょうっていうところですねそのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っていますで続いてラストはシャツですねこれはもう言うまでもなくピンポンですね ののャツもトップスの中では大人の男性ににて、まあ、ていいいたただきたいジャンルななってくるかなと思います、まあ、特にですね、無地のシャツとかそのあたりであれば間違いなく似合いやすくなってくるかなと思います。ただシャツの中でも細かく言うと丸のものもあればちょっとこのあたりは難しいよねってものがあるんですね。例えばですね、チェック柄のシャツとかこのあたりはまあ柄の雰囲気としてはちょっとおじさん見えしそうな感じもするので×バツの方向性なんですが同じ柄でもストライプになってくると 結構シャープで似合いやすくなってくるかなと思います。あとはサイズ感でもジャストサイズのピチッとしたシャツだとちょっとこなれ感が出づらかったりだとか古い感じがしてしまうので、まあ、ジャストサイズより少し緩さがあるぐらいのシャツがま使いやすいかなと思うのでぜひこの辺りを50代以上の男性には使っていただきたいなと思います。まあ、ちなみに半袖シャツになってくるとこれがですねなかなか難しくて一般的に50代の男性が着てる半袖シャツはこっちの傾向がちょっと強いかなと思います。 サイズはジャストサイズで腕もちょっと短めなんですねそういったものでチェック柄の半袖シャツだとかそういったカジュアルなものを着てる方も多かったりするんですがそれは NG に近くて、まあ、最近半袖シャツっていうのが割とトレンド的なアイテムになってきていまして無地でちょっとゆとりのあるようなこのような半袖シャツ割とあったりするのでそういった方向であれば大人世代にも似合いやすいかなと思うので半袖シャツとかこの辺りもですねまた今後の動画でですね皆さんに実物をご紹介できればなと思っています はい、続いてはボトムスジャンルに行ってみたいなと思います。全身の中でも下半身なので、割と視界に入りづらいんですね。なので結構手抜きをしてる方も多かったりしますし、僕自身が手抜きしてるんですね。ほとんどブラックパンツとホワイトパンツばっかり履いているので、手抜きしがちなんですが、まあ、ここもですね、結構全体のバランスを左右するポイントだし、色によっては主張もするので、結構重要になってくるかなと思います。その中で、まずは大人の大定番、デニムですね。ブルーデニム。思い切り 今回は。 こっちを出したいなと思います。これなぜかというと、これももちろん使い方次第ではあるんですが、街でよーくですね、50代の男性とか僕は観察してるんですけども、圧倒的にデニム履いてる人が多いですね。本当に半分ぐらいはデニム履いてるんじゃないのかなっていうぐらい、大人世代にはデニムっていうのは愛される定番中の定番のボトムスになってくるかなと思います。ですが、そのデニムの使い方として、結構ですね、タイトなデニム使いの方も多いし、色が 落ちてるものだとかそういったものを履いてる方も多いですさらにはダメージの入ったデニムだとかヨレてるものだとかさらにはちょっとこう中途半端なサイズ感のデニムですねこの辺りを履いてる方が多かったりするので結構それがおじさんっぽく見えがちなんですね、うん、やっぱり何のボトムスを履いてるかで今のファッションにフィットしてるかどうかって大きく分かれるところかなと思いますなのであえてちょっと罰を出しましただけどもデニムというアイテム自体に罪があるのかというと Mat- 全くなくて、デニム自体は僕は丸だと思うんですね。もし履くのであれば、こちらのような、ジャストサイズでもいいんですが、濃い色で上品に見えるようなものだとか、今の時代にあったようなものに、ちゃんとアップデートした方が、デニムは圧倒的に使いやすいかなと思います。まあ、ブルーデニムで濃いものか、グレー系のデニムなんかも結構使いやすいかなと思うので、このあたりの上品なデニムをですね、使っていただくといいかなと思います。あとはデニムの使い方として、このデニムに対して、ちょっと派手なスニーカーとか、 軽すぎるスニーカーを合わせちゃうと、やっぱり下半身がカジュアルに触れすぎてしまうんですね。なので、ちょっとレザー系のスニーカーでちょっと引き締めるだとか、カジュアルと切れめのバランスを取れたりすると、それだけでも変わってくるかなと思うんですが、ブルーデニムを履いている50代ぐらいの世代の方ってやっぱり全体がカジュアルなんですよ。スウェットみたいな。パーカー着てたりだとかチェックシャツ着てたりだとか。そういった。上半身もカジュアルでデニムまでカジュアルっていう方が多かったりするので、その後こっちの方向性なので、上半身ちょっと綺麗めな。ステンカラーコート。 チェスターコートとかあとはジャケットだとかそういったものとうまくデニムを組み合わせると圧倒的にこちらの方向性になるのでどういったデニムを選ぶのかそしてどう着こなすのかで全然変わってくるのでこうじゃなくてこっちのデニム使いにぜひ皆さん移行していただければなと思っています はい、続いてですね、これまた僕の動画の中では散々擦り倒していて本当に申し訳ないんですけども、ベージュのチノパンですね、これもですね、完全にこっちの方向性になってしまうかなと思います。結構2大挙頭だと思いますね。50代の男性にとってデニムなのかチノパンなのかっていうところはすごく履いている方多いんですが、まあ血パンもですね、やっぱりちょっとこうゆとりのあるものだとか、裾の部分にちょっと生地が溜まっていて長さが合ってないものだとか、中途半端にジャストサイズでもなく、 ワイドでもないようなぼやっとした感じのチノパン履いている方が結構多かったですのでそれはもう圧倒的におじさん感満載になってしまうので難しいかなと思いますただチノパンというものも例えばネイビーのものがあったりだとかブラックのものがあったりだとかあとはベージュのものでもちゃんとですねセンタープレスが入っていて足にフィットしたような綺麗めのものですねこういったものってイタリア系のブランドに多かったりするんですがそういったものであれば大人世代もう間違いなく似合ってきますまあ、僕も普段の スタイリングで50代の方担当することも多いんですがチノパンよく使いますですがシルエットはなるべく野暮ったい感じじゃない方がいいと思います若い世代のチノパンであればちょっとワイド感振って着るのもかなりかっこよかったりするんですがなかなか50代の世代には似合いづらいのでジャストサイズでセンタープレス履いているような綺麗めのチノ系のパンツですねその辺りだったら使いやすいかなと思うのでぜひ、まあ、そちらの方向に持って行っていただければなと思っていますはい続いてはですね黒系のパンツですねこの後 たりは 間違いなく似合いやすいかなと思います。まあ、ブラック系の例えばユニクロで言うとスマートアンクルパンツだとかあとは感動パンツみたいなものはもう間違いなく大人世代には似合いやすいかと思います。デニムとかをベースに置くんだったら黒パンに持っていくだけでもだいぶ雰囲気は変わってくるかなと思うのでこのあたりのブラックのパンツは持っておいて間違いがないかなと思います。ただシルエットに関してはタックワイドパンツみたいな太めのものになってしまうとちょっと世代的にこっちの可能性が出てしまう なのでまあ、ジャストサイズからちょっとゆるさがあるぐらいまであれば間違いなく丸になってくるかなと思うのでまぜ、あ、ひこのあたりも試していただきたいなと思いますはい続いてはですねこれはですね賛否両論あると思いますが短パンですねこれは 難しいです。夏になったらね、やっぱり快適で楽でいいんですが、まあ世代的にはもう短パン50代はなかなか難しいかなと思います。僕は今40代前半ですけども、すごく罪悪感は感じつつもギリギリで短パン履いてる感じなんですね。ただそれも本当にこう、夏の休日で外でガンガンに遊ぶ時ですね。川遊びだとか海に行くだとか、そういった場面には短パンに T シャツでみたいな着こなしはしますが、それ以外はあんまり履くことはないですね。まあおしゃれな着こなしをするときに短パン っていうのはやっぱりカジュアルに見えてしまいますね足見せるかどうかっていうのはなかなか世代的には難しくなってくるので基本的にはバツかなと思います引っこなしの仕方でカバーできるかっていうとまあ僕はちょっと50代以降だとカバーしづらいと思うので短パンは40代で卒業しとくのが個人的にはいいのかなと思いますはいなのでこのあたりは思い切ってバツでまとめておきたいなと思っています 続いてですね、カーゴパンツ。これもですね、まあ、残念ながらやっぱちょっとこっちの方向性に近いのかなと思います。ちょっとワイド感があって古着感満載のポケットドーンとついてるカーゴパンツっていうのはやっぱりカジュアルに見えますし、ちょっとこうやぼったく大人っぽく見えないのでなかなか難しくなってくるかなと思います。まあ、細身のカーゴパンツとかもあったりするんですが、まあ、そういったものも今時代的にそんなにたくさんないんですね。ワイドフィットがちょっとこうトレンドになって ってるのでタイト一辺倒の時には細めのカーゴパンツがまだあったんですけど今はそういったものもないのでなのでカーゴパンツの色合いオリーブだとかポケットだとかワイド感っていうところはこっちの方向性に強いかなと思うので避けておいた方が無難なのかなと思いますもちろん着方次第なんですよネイビーのジャケットとかちょっとこうきれいめなものに対して外しでカーゴパンツみたいなものは個人的にはもう大好物でこっちなんですねだけどそこまでの着こなしができる方ってそん そんなに多くはないと思うので基本的にはこっちかなと思いますがうまくバランス取れるんだったらカーゴパンツも僕はアイテムとしては非常にかっこいいなと思いますし僕自身もオリーブのパンツはよく履くし自分のブランドでも使っているのでアイテムとしてはこれだけど世代としては大枠で言うとこっちというところは覚えといていただきたいなと思いますはい続いてラスト白パンですね白デニムだとか白のチノパンだとかホワイト系のパンツは こっちですね。もう圧倒的に丸かなと思います。ちょっと前は細めの白デニムとかが流行ったりしたんですね。結構細身の白デニムであっても、50代以上の世代だと意外と刻さなくて、うまくハマりそうな感じもするんですね。なので、割といいかなと思いますが、白パンの持つ清潔感だとか、そういったものは、大人の世代には結構ハマりやすくて、ぜひ使っていただきたいアイテムかなと思います。むしろこう、20代とか若い世代がちょっと白パン履いちゃうと、 キザに見えすすぎちゃうかなと思います特に細めの白パンを若い世代が履いちゃうとすんごいチャラく見えてしまうので僕はもう絶対的におすすめしないんですがだけども年を重ねてきて大人っぽい雰囲気だからこそこういった爽やかに見えるものが逆に違和感なくハマったりするので白パンは結構大人世代こそ履いていただきたいものかなと思うのでまあ、こちらを出しておきたいなと思います少しジャストサイズよりもゆとり持たせたぐらいでも意外と似合いやすいし白が持つ綺麗さのおかげで少しのゆとりが あってもだらしなく見えないのでぜひ皆さん楽しんでいただきたいなと思っています はい、続いてですね、靴に行ってみたいなと思います。僕の動画の中でよく出てくるレザースニーカーはどうなのかというと、例えばホワイトのレザースニーカー、ブラックのレザースニーカー、もちろんですね、丸です。まあカジュアルなスニーカーというジャンルなんですけども、いわゆるこうスポーツ系のスニーカーに比べると、ゴテゴテとした装飾性がないので、50代の大人世代にも間違いなく似合います。もちろんこれは誰にでもよく合うんですね。20代でも30代でも40代でも50代でもレザー系の スニーカーというのはもう定番的な位置づけで使いやすいかなと思います逆にこう若い世代だとちょっとそれだと物足りなさを感じるぐらいかなというところで、まあ、そういう場合はトレンド感あるスニーカーとかの方がいいかなと思うんですが大人になればなるほどレザー系のスニーカーは間違いのないものなのでユニフォーム的にブラックだとかホワイトは揃えておくといいんじゃないのかなと思います続いてですねニューバランスだとかアシックスのようなちょっとこうぽってりとしたシルエットのスニーカーですねこの辺り はどううかというとい難しいですねこれはですね三角にしたいなと思います丸抜両方かなと思います、まあ、レザースニーカーに比べるとやっぱりこうシルエットもぽってりとしていてスポーティーなんですねちょっとランニングシューズ由来のところがあったりするので割とカジュアルな雰囲気なんですねで最近で言うとニューバランスはもうすっかり市民権を得たなと思うんですね僕が動画を始めた今から5年ぐらい前の時はニューバランスのスニーカーはこっちだったと思いますままだまだ 世間的にもそんなにニューバランスの良さって認められてなくておじさんが履くウォーキングシューズでしょっていうイメージが圧倒的に強かったんですねそれが一気に市民権を得てもう割とですね40代の世代までは履いてる方が多かったりしますまあ、50代の世代であってもおしゃれに履いてる方が多かったりするので僕は全然ありだなとは思うんですねなんですが最近アシックスとかも流行ってるんですよこの辺りは僕としてはちょっと意外性があってもともと陸上部 もう本当にアシックスのシューズにはですねすごくお世話になってきたんですがそこにスタイリッシュさをですね感じたことはなかったんですねそのアシックスが今はおしゃれ上級者の中ではもてはやされているわけなんですね、まあ、これもですねニューバランス同様にちょっとポッテリ系のスニーカーで、まあ、そこにですね配色も今っぽかったりするのでかっこいいんですよ確かにだけどもやっぱりロゴとしてアシックスがドンと出てるのでこれ50代の世代の方見たら普通にこっちのシューズだと思うかなと思います やっぱり理解がまだ追いついてないんですね。このアシックスのスニーカーが50代世代にもおしゃれだねと受け入れられるまでには僕は時間結構かかると思います。ニューバランスであっても本当に長い時間かかったのでなかなかあの一般化するのは難しいかなと思うのでかなりクロート向けかなと思うのでそのあたりはちょっと中間的なところに置いておきたいなと思います。ニューバランスは基本的には丸の方向性なんですが本当にこう1万円以下の大手のこう靴の量販店で置いてあるような ものはどちらかというとウォーキングっぽいイメージになってしまうのでまあせめてこう996からって感じですかね996であれば全く問題なく丸になってくるかなと思いますし2002だとかあとは1906、まあ、ちょっとやや野暮ったいデザインではありますがあとは 990V5 だとかこの辺りなんかはすごく大人世代50代世代にも似合いやすいので V6 よりも V5 ですねちょっとレアな話してますがそっちの方がクリーンで大人世代に似合いやすいかなと思うのでポッテリ系のスニーカーであれば ニューバランスの方を選んでいただければなと思います はい、続いてですね、サンダルなんですけども、これも時々いただくんですが、グルガサンダルっていう選択肢がありまして、いわゆるこう、レザーのサンダルになっているんですが、結構特徴的なデザインなんですね。まあ、こちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、これはですね、正直、ま、こっちの方向性になってくるかなと思います。これなぜかというと、トレンド感もあって、すごくこう、上品なレザーの雰囲気も漂っていて、かっこいいんですよ。だけども、周囲の方々の理解がなかなか得られづらい、 ないんですね。見慣れてないんですね何を履いてるんですかそれみたいな感じになってしまうのでちょっとそのあたりは難しいポイントになってくるかなと思います、まあ、レザーのグルカがうまくはまってくるのが30代だとか40代前半ぐらいまでかなと思いますまあ、散々流行ったと言えば流行ったんですけどもまだまだですね自分の周囲でも友達がグルカサンドル履いて歩いてるなんて機会はまず見たことがないのでおしゃれが相当好きな方じゃないとこのあたりは見慣れてもないかなと思います 思うんですねだからこそ履くとおしゃれに見えるってところもあるんですがあまりにも遠藤すぎると何履いてるんですかそれみたいな感じになってしまうのでちょっと50代世代だと難しいかなと思います、まあ、グルカサンダルだけではなくて、まあ、そもそもサンダル全般がやっぱり清潔感というところで言うとなかなか厳しくなってくるかなと思います短パンだとかあとはサンダルですね真夏のなるべく涼しく過ごせるようなものは基本的に結構露出が多くなるのでそうなるとちょっと清潔感 漂いづらいので、まあ、普通にスニーカー履いておいた方が僕はいいかなと思うので、全般的にはこっちの方向性かなと思います。グルカサンダルは正直で僕あんまり履かないんですね。夏にサンダル履く時っていうのは、やっぱりもうスポーティーに外でガンガン遊ぶ時ですね。まあ、そういった時には履くことはあるんですが、基本的にはまあ通常とあんまり変わらないようなスニーカー履いてるので、そういった方が方向性としては使いやすいんじゃないのかなと思っています。で続いて最後は小物ですね。キャップ。 みたたいいななな帽子ととととかかかはどううののっっっっててここれままですすねちちょっとこっちの方向性に入ってくるかなと思います僕も40代前半でキャップ大好きで被るんですよ。僕の場合はファッションがすごく好きで、なおかつまあどちらかというと動画、動画っていうかまあ若く見られるので、キャップとかもまだいけるんですが、年々それでもやっぱり厳しくなってきてるんですね。まあ、50代に入るとやっぱりキャップのカジュアルさっていうのはなかなか難しくなってくるかなと思うので、帽子の中でも NG になってくるかなと思います。 で、じゃあ、帽子のジャンルでどういったものが50代ぐらいの世代に似合うのかっていうと、はっ 人とかそのあたりも、まあ、流行ってるかっていうと今全然流行ってないタイミングなんですね。夏にちょっとハットとか涼しげなものを被るのかっこよかったりするし、YMO の高橋さんとかすっごいあのハットの使い方としてはもう本当にお手本になるような人だと思うんですね。ああいったなんか渋いハットの使い方ができるとすごくいいかなと思うので、まあ、どちらかというとキャップよりも綺麗めなハットみたいなものをうまくこなせるとかっこいいんですが、まあ、なかなかあのあたりに合わせられるのは本人の雰囲気による るかなと思うので帽子系は結構難しいかなというところは頭の片隅に置いていただきたいなと思っています続いてバックで言うとリュックとかバックパックみたいなものはどうなのかってとこなんですがこれはですねまあ選び方によるかなと思いますまあ三角に近いかなと思います、まあ、バックの中でもすごくカジュアル度が高いので昔はなんか大人世代はあんまりバックパックとかリュックは ng かなと思ってたんですがまあ、徐々に時代も進んでカジュアルなバックパックリュックなんかも 大人世代全然オッケーってなってきてますし、まあ、ブラック単色だとかシンプルなものですねそういったものだったら全然似合いやすいので僕は丸の方向性にあるのかなと思いますただこうゴテゴテとした色使いとかいろんな装飾が入ったものとかを持たれる方が結構多かったりするんですがそうなとバツなのでカジュアルなアイテムほど本当にミニマルにブラックとか単色のものを選んだ方が圧倒的にこちらの方向性になりやすいかなと思うので、まあ、是非チェックをしていただきたいなと思います 最後は、ま、もうちょっとなんだろう、大枠でちょっとお伝えしたいなと思うんですが、ま、サイズ感ですね。ワイド感のある着こなしはどうかっていうと、 バツですねやっぱりトレンド感強いワイドめの服っていうのは全般的に50代にはちょっと似合いづらいなと思います。で、これはですね、先ほどもお伝えした通り、その世代の中での常識とか見慣れてる感っていうのはすごく重要なんですね。やっぱり50代の世代にとってはジャストサイズとか、あとはちょっとタイトめな方も結構いらっしゃったりするんですね。むしろ50代でおしゃれ好きだった方はタイトな服着てたりするんですが、そういったものの方が見慣れてるので違和感ないんですよ。だけども、50代の世代の方がワイド感 まあ、そういったこともあるので、ワイドな服っていうのは圧倒的に似合いづらいかなと思います。一方で、ジャストサイズからちょっとゆるさがあるぐらいのものであれば、体のラインをうまく消すことができたりだとか、体型をですね、うまくカバーすることができるので、そういうものは圧倒的に丸かなと思います。他普段お伝えしているようなセレクトショップのオリジナルですね、まあ、グリーンレーベルだとか、417エディフィスだとか、そのあたりに関しては、割と程よいゆとりを持たせたものが多かったりするので、そういったもの はもう全然オッケーなんですがまあ行き過ぎたワイド感というところは圧倒的にバツなのでそこだけ抑えていただければなと思っていますあとは古着とかミリタリーみたいな男っぽい世界観っていうのは基本的にやっぱりこっちの方向性になってくるかなと思います僕自身も若い頃に比べるとだいぶエイジングしてきたかなと思うんですねまあ、そういったところに古着だとかミリタリーっていうようなちょっとこう野暮ったい要素を重ねてしまうとやっぱりこうギャップがないですね若い世代のフレッシュさと この古着だとかミリタリーっていうギャップっていうのはうまくミックスしてすごくバランスよくなるんですが僕らの場合はもう自分のエイジングとガッチリとですね手を組んでしまって本当に野暮ったい方向性になりやすかったりするのでやっぱりミリタリー古着系はちょっとですね気をつける必要があるかなと思いますまあ、特にですね全身でそういったものを構成するのは難しいので着こなしの中に一点だけミリタリーだとかミリタリーっぽいテイストのアイテムを入れるのはいいと思うんですねまあ、カバーオールだとかそういったものなんかも たりとかワークテイストのものなんですがちょっと綺麗めなカバーオールとかもあるのでそういったものに使ってもらったとかあとは古着に関しても古着のデニムどうしても使いたいんだったらそれに対してステンカラーコートとかあとはジャケットだとか綺麗めなもので全体的にまとめてデニムだけちょっとヴィンテージのものを使うだとかまあ、ピンポイントで使うっていうのはすごくおしゃれ上級者の方の中ではよくやる手法だったりするのでそれ全体で組み合わせなければ丸になるかなと思うんですが全体的な方向性としてはバツかなというところなのでそのあたりは使い方 注意をしていただくといいんじゃないのかなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では50代の大人世代にこのアイテム似合う、似合わない、どっちというテーマでお届けをさせていただきました。まあこれまでにちょっとなかったテイストかなと思うんですね。こんな道具もですね、Amazon で買って持ってきたわけなんですが、初登場だったわけなんですけども、まあ分かりやすくお伝えすることができたかなと思います。本当にね、冒頭にお伝えした通り使い方次第なんですね。まあアイテムそのものに罪はなくてどう使うかだとか、そのジャンルの中でどれを選ぶのかによって、オーにも ななるるし NG にもももんですすが、まあ、そもそも似合いやすいいやかかどうかっていうところは分かれるので、まあ、ちょっと今回はなるべく辺りを頭の片隅に置きながら服選びをすると失敗もしづらいかなと思うのでよかったら参考にしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンスファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっと2向けの専門ブランドに関しましては僕はもう一つ用、ね、してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。まあ、正直ですね、世代的には30代、40代の方に適したようなトレンド感が結構強めのものが多かったりするんですが、まあ、気になる方はぜひ概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうのもやっています。こちらは動画ではなくて、写真や文章ベースでおすすめのアイテムですとか、コーネンの解説。僕自身が私物として買ったものですね。最近の動画の中では僕の私物みたいなものはほとんどお伝えしていない ですがまあ、メンバーシップだとかあとはサロンの方でですね皆さんにご紹介してますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに